EC300 のベース使用者トベックエンデューロ2008アダムラが2007トライアルガスガスはスペインカタルーニャ州ジローナに本社を置くオートバイメーカーである主にトライアルバイクエンデューロ全地形対応車を製造しているまた近年ではエントリーユーザー向けにハリーと呼ばれる高動走行可能な車両も製造している日本では 設立当初から2009年までは、アローが2010年から2014年10月末までは、エスジャパンが2014年11月1日からは、株式会社マーチがトライアル部門、メガボルトアグスタジャパンがエンデューロ部門とモデルを分けて正規輸入元となっている。2016年11月1日からは、エンデューロを含めたすべてのガスガス製品を、 株式会社マーチが総輸入元として輸入を行っている。2020年からは KTM ジャパンがガスガスモーターサイクルズジャパンとしてガスガス製品の輸入を行っている。1985年にウルタコのエージェントであったナルシスカサスとジョゼップ、ピベルナットによって設立された。二人は給油ですぐさまトライアルの製造販売を始めた。 1989年にはエンデューロとモトクロス、2002年には ATV も製造し始めた。ガスガスのトライアル車は他社に比べて非常に軽量であるという特徴を持ち、1993年にはベータから移籍したジョルディタレスによって3年連続チャンピオン、2005年にはアダムラガによって2年連続チャンピオンとなった。ヨーロッパにおいてガソリンの省略系である。 ガスという単語は、ガソリンを送り込むからの連想で、アクセルを開けるという意味のスラングとして用いられている。あまり品の良くない表現であり、日本語におけるニュアンス的には、まくる、ぶっちぎるに近い。要例として、スペインを拠点に活動している、トライアル元世界チャンピオンの藤波隆久は、富士ガスのニックネームで呼ばれ、意味は、アクセル全開の藤波である。また、 フランスのバイク漫画であるジョーバーチームではレースをする登場人物が加速する場面でたびたびギャースという絶叫を上げている。社名はガスを重ねることでより速く走ることを意味している。ガスガス TXT Pro250。ありがとうございます。